ほんま快適やね。うハンモックで寝とんかい。なんかツタンカーメンのようだ大丈夫これ違うものに見えるけど、これがモックの香りじゃない。なんでやねん。匂いせえへんと思って、なんでやろ、なんでやろ。おはようございます。朝でございます。朝がね、こんな感じで。ここでね、こんなにたくさんのね、人見たのね、初めてです。すごいですね、今日は。普通のね、普通の大水場にね、入ってます。まあ、テントのね、キャンパーさんが多いので、まあ、電源使わなければね、こういうふうなことにもできるということでございます。で、テントをね、2つ、3メーターのね、ワンダッチテントを2つつなげて、はい、で、向こうのね、ホビーは、サイドテントを出して、はい、こんな形で見えるかな。先ほどね、外でお見せしたテント、2つね、くっつけて、こんな感じ。で、トレーラーとね、横つないで、してあるので、こっから、そのまま、出入りすると。これは何されてるんですか？唐揚げ？そうね、この残り肉が残ったんで。はい。唐揚げを。すげえ、何これ。肉巻き？厚揚げを。豚肉の残っちゃう。全部残りもんやけど、靴巻きで。かなりなんかいろんなご飯できるんだ、今日。朝からね。朝からね。すごいよ、昨日の残りと。昨日の残りのみ。のみ。で、今度は焼き豆腐。これが焼き豆腐やけど。もともとが焼き豆腐。うん。そうね。まあまた綺麗に言っとうけど、こんな感じで。あ、そっちと。こっちやん。うぅ。はい。出てきた。寝たよ。あんなもんダメ。あの、行けんの？こもってしまうわ。これだけやわ、坂道。ペレットの火つけてから400度かな。なんでよ。
とったら真っ黒になった。あ、もう一枚焼けたの？もう失敗したもん。早っ。これあれあれやっぱり私やかんとダメ。やばい。あ、ええ感じ、ええ感じ。もうダメやって。ほら、あっちが焦げて。ほら。おー、ほんまやな。もうやめる？ほんまや。早っ。もうダメや。変えてもダメ、もう真っ黒。お、取れん。失敗や。取れん。失敗。ついて取れん。ちょっと目離したらもう真っ黒く。びっくりした、それ。地獄焼きやん。地獄焼きやん。悪魔焼きやん。悪魔焼き、本当になんか悪魔みたいな。これなんで私の方なんで私の方よ。すごいわ。あ、これインスタ出しとく。インスタ出しとく。うん。悪魔焼き。もう悪魔のエキスがこう溜まった。すげえなこれ。はい。例えばね、お風呂を沸かしております。さあ、火の状態はどうなってるのか。はい、まあちょっと弱いか。ちょっと弱いかな。これでね、ルアーで、いい感じですね。どうでしょう。はい、こんな使い方もできます。素晴らしい。いいね。ちょっと温度上がったかな。お、ぬくくなってきた。いいんではないでしょうか。はい、こちらがね、一組目の見学者さんたちなんですが、インスタグラムをねされてまして、手前側がねマッチョエースさんで、奥側がねお友達のナチュラルキャンプゆかさんとおっしゃいます。で、実はこのマッチョエースさん、私がね毎日見ているフレンチブルドッグのねインスタをされてるご家族でした。はい。でね、実際にね、この子たちがそのフレンチブルドッグなんですが、こちらがね、エースくんですね。めちゃくちゃ可愛い。で、こちらがね、マッチョくんって言います。可愛いですね。実はね、私はフレンチブルドッグが大好きでね、ほんと飼いたいなと思いながらね、毎日ね、こちらのインスタグラムを見てました。でね、偶然にもね、お会いすることができて、ちょっとね、感動でしたね。で、まあ、トレーナーにね、興味がおありだったので、まあ、ぜひね、見てみませんかということでね、お声掛けさせていただきました。全然。今まだエアコンついとる。そう、今ちょっと今暖房入れましたけど、家庭用のエアコンです。これ何なんですか？何でも開けるのが。だから前でも全部がベッドになるんで、ご夫婦と子供2人さん2人とか、あとここの部分もねベッドになるんで、はい。で、それ開けてもらったら、これ冷蔵庫なんです。もう全然引っ張って開けてもらえれば。はい、どうぞ。はい、どうぞ。お父さん、ぐっと引いてもらったら。おー、広い。めっちゃいいね。冷凍庫です。冷凍庫でかっ。すごい。冷蔵庫でかっ。でかいでしょ。なんか、あ、ここに立った。すごい。いいですね、こんなの。大丈夫です。お食べに。すごー。全部こういうふうなも換気扇とかも全部ついてるんで、もう普通に服大量、ガスとかも全部つくんで。そうなんですよ。わー、すごい。
たけど変わらない。すごいね。中にまあこうやって、まあ、服かけたりとか、あと電子レンジとか、あ、本当じゃん、焼き鳥は。はい、すごくこう、ちゃんとトイレが。そう、開けてもらって全然いいですよ、別に。トイレだったの、はい、ちっちゃかった。リト君が見せてくれた。はい、おお、すごいよね。すごい。めっちゃ良くない？こんなに鏡ついてる。すごい。何も入ってるから。何も入ってない。行きたいよな。すごい。部屋だね。ちっちゃい。いい、とんでもないです。どうぞ、もう適当に見てください。だからこれが、まあ、レイアウトはね、いろいろあるんですけど、うん、その、まあ、これ前側にベッドが、うんうん、で真ん中もクッション置けば全部ベッドになるんですよ。あ、全部ね、全部が。うわー、いいなー、はい、だから大人2人、まあ、小さい子供さんだったら2人とか、うん、まあ、3人は余裕で寝れるんですよ。余裕よね、うん、うわ、常設がいいよな。そうなんですよね。でここもちなみに全部ベッドになるんで、ここもテーブルとかも全部下がって、はい、でもこれシートが全部外れるんで、これを組み合わせて、まあ、この辺はハイエースとかもね、そういうふうによくなってますけど。え、あそこは収納？あ、そうですね、置いたりとか、まあ、ティッシュのとかいろいろ置いたりとか、まあ、いろいろするんですけど、まあ、全部電気とかね、はい、すごい収納もいっぱいある。そうですね、全部収納で、ね、はい、すごい、いいな。いや、静かにこうね、閉まるのになる。うちバターンもなる。だからそこがまあトイレになるんで、別にそれ開けてもらったっていいですか、ここのこの扉、はい。トイレは3階で、いいな、いいな、すごい。宣伝もついて、はい、めちゃくちゃいい。これいいっていうかバレん、いや、バレんじゃなくて家だよ。バレんじゃない、家なの、これは。すごい。ここも収納いっぱいある。そうですね、ちょっと茜のに持ってる。もうやっぱり秘密なんで。秘密なんで。だけど言うのやめと。言わなきゃ言わない、ね。これが一番使い勝手がいいんで。ね。一緒や。めっちゃ詰まる。はい、こっちは？で開けてもらっていいですか。ちょっとグッと引っ張ってもらったら。はい。あ、冷蔵庫。はい。上側は冷凍庫になってる。それも開けてもらったら多分まだ冷えてると思います。え、どないと開けるの？手前？そこを引っ張ってもらったら。これを。はい。グッとグッとハマってるだけなんで。あ、ほんとだ、はい、あ、冷たい冷たい、はい、おー、すごい、しめ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 、重たいな重たいな、ね、まあ、全然大丈夫。もうここの100ボルト使ってるんで全然。そうか、電源引っ張ってるけど、もうタダです、タダでやったよ。払ってるよ。わー、すごい、めっちゃ入る。そうですね。これ中古ですか？これ中古なんですよ。めっちゃ綺麗。そうでしょう、うん、いや、なんかまた読みてるな、すごいんやろうから。いや、もうゆっくりゆっくり、もう時間なんぼでもあるんで。座っとってく、うん、中入って。そうそう、寝室もあって、すごいんじゃな、初めてじゃな、ついついてもんでもいいよ、中で。まだ見たことがないんだ、うん、いいよ、ついてもらったら。これがね、冷蔵庫なんです。あ、冷蔵庫、うん、まあ、まあ大きいでしょ。大きい。そう、手焼きこんなの初めてです。へえ、もうただご立派。もう言葉がありません。へえ。これは何て言われたかな。もうこの辺はもう棚ですね。全部収納用の。うん。あ、そうです。うん。全部ね。もう立派も立派、
テレビがあって、あ、テレビがあって男って言うかな、面白いでしょ本当にこんな初めてですよはい、いかがだったでしょうか。はい、はい、今日はね、お友達とねトレーラー2台でね、真冬のキャンプをしてみるっていうね、まあ、動画になってるんですが、まあ、持ち寄ったテントは組み合わせてね、うん、あれね非常に便利なんです。めっちゃ便利やったな、うん、みんなでねあれサイズ合わせてね、買ってるんですけども、夏場もあれね快適、快適やと思うね、うんうん、涼しいし、はい、夏涼しい冬はあったかいみたいな、うん、フィールドアのね、3メーター3メーターのね、テントなんですけども、あれにね横の膜とかをつけてね、うん、ああいう形で快適に、うん、過ごせました。はい、はい、でまあ鍋したりとか、うん、まあ、ずっとね食べて喋って永遠とねそれを続けましたけどまあそれがねすごく楽しいよね。ね、うん、だからまあ今回ね、まあ、あとピザをね焼いたりとかね、うん、真っ黒になってたでしょあれね、まあ、炭の部分以外はね美味しくいただきましたけど、悪魔のピザやだからね、あのハイエースの中にね山ほどいろんなね道具が載ってるんですけどね、うんうん、まあ、宝の山やったね。そうやねまあやっぱりああいう快適な空間プラストレーラーで、うん、本当、まあ、楽して楽しいよね。そうやね、うん、はい、っていう形でした。はい、でまあ、今回もね、まあ、動画の中に出てきていると思うんですが、あの見学ね、うん、はい、まあ、私たちはねいつもどっか行った時にはね、まあ、こちらから声かけたりとか、まあ、声かけられたりとかで、うん、ぜひねトレーラーの中見てくださいっていう形でねしてるんです、うん、やっぱちょっとでもねトレーラーに興味を持つ方っていうのがね増えてほしいなとも思いで、やっぱりこういう YouTube をねしてるから、うん、だからどこででもね見かけられたらね、別にどこでもいいですよ、別にサービスエリアとかね何ででもいいんです、はい、見せてくださいってね声かけていただいたら、もうぜひぜひね見ていただきたいそうやねだから、まあ、お気軽にねお声掛けください。はい、はい、でまたね今後ねこういったふうな、まあ、役に立つような、まあ、極力面白い動画アップしていきますんで、そうやね、はい、いいな、参考になったなって思われたらグッドボタン、それからチャンネル登録ね、あとコメント、はい、よろしくお願いします、はい、ではまたね次回の動画でお会いしましょう。はい、はい、今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。